そういう馬をどっかそうかね。で、同じ都市です。あと静岡館。こういうさ、人も見て白石さんって分かるってやっぱ偉いですよ。これも避けますかね。これはなんか、裏を作ってここまでちょっとご説明しますけど、はい、あの今回の改修部なんですね。ああそう、はい、あの裏口はあったの？あるったようななかったようなっていうそこの辺がちょっと今回のあの話だったので。ああそう、はい、どうぞ。あ、先にちょっとどうぞどうぞ、おしいらっしゃってください。デザインわかんないんですけど、手動会館も同じオペンだと。あれがコンビニのポイント。どっかのメーカーのものではない。ない。え、あの、あんまりメーカーっていうメーカーなんか印があるやつだからね。そうですね。もうそういうの多分作ったものだと思う。じゃあ、誰かに作ってもらってます。網戸なんです。あれ夏場になると下ろして障子と跳ね返したらしいんですよ。夏場これはこのまま。まあね、一回やりなさいで入るっていう感じ。あ、落ちちゃった。うん、連載、関東連載、藤森照信さんの名作住宅の撮影に来ているんですけれども、先生に少しお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、先生、先ほどから住宅をご覧になって白井誠一らしいらしいっておっしゃってましたけど、そのらしさっていうのは具体的にほとんどね難しいんですよ、伝えるのが。例えばね、どう言えばいいかな、これを見たときにね、向こうの側面が一番わかりやすいけど、普通で言えばスパニッシュっていう美学をしてる。見ればわかるのスパニッシュ、はい、だけどスパニッシュと違うのは横に木の柱がついて上にも木の針ではないんだけど、まあ針状のがついてる。そのことは世界でない、どこにもない。だから、でこの白い壁で、これもいわゆるスペイン風の仕上げなんですよ。で白井さんはヨーロッパをよく知ってたから、これは違うと思うけど、本格的なヨーロッパの白壁や、うん、あの。ヨーロッパの白壁っていうのは、日本の漆喰と違って、中に大好きな粒を入れる。で私は白井さんの製物だけですよ。一見、漆喰に見えて中にちゃんと大好きな粉が入ってるのを見たことある。ああ、そう。
換気層ってのをやってて、それでもうすごい人だなと思って、だからこの壁はおそらく白井さんの頭の中の中ではスパニッシュなんです。これを見てスパニッシュというのは、うん、スパニッシュだけどこの柱は日本ではないんだけど日本風なの、うん、で日本ではないっていうのは分かるの、柱の上にこう横の台が走ってるでしょ、はい、柱の上には必ず針が走るもん、はい、で針は隠してる、うん、柱だけ立って針を隠すっていうのは日本の建築は絶対しない。であの針みたいに見えるのは花板って言ってその断面を隠すもん、あの構造でじゃない。だから、はい、あの実はどこの国のもんでもないのよ。で白井さんはものすごくそういう点を意識的で、どっかの国に収束するってことをとても嫌がった。でそれが分かるから、だってこういうのを見ると分かりますけど、あのまあこういう最近のものなんとも言えないんですけど、少し伝統的なものを見ると、はい、全部やっぱ日本の木造のルールに従ってる。だから日本の木造のルールに従ってる風に見えるけど全然従ってない。日本でもなく世界のどこでもなく、いや、そういった違いはあるっていうか、インターナショナルっていうか、うん、そういうものです。だからじっと見てるとよくわかります。和風のものからすごく洋風なものまで、六本木ののはいるから最小限住宅まで結構いろんなバリエーションがあるように素人目には見えちゃうんですけど、その中で一本通ってるものが国籍がないっていう、うん、そう、分かりやすい。相当自覚的だったと思う、うん、でその中で1959年彼が確か54歳ぐらいの時の作品だったと思うんですけど、あ、これ、はい、50いくつ54歳だったと思うんですけれども、そうですね、その時の白井さんの建築の歴史の中でこれはどういうのか。白井さんはね、最初から全然変わってないので、最後までそういう家の歴史はない、変化しない人だから、うん、それはもう最初の初期の換気層から、はい、もうずっとで、初期の換気層っていうのはただ縄文っていうのをすごく意識でやってて、で、そもそもね、縄文か弥生かっていうことを丹下さんが言ったのは、彼は弥生のことはよく理解してない、縄文については興味がなかった。で白井さんが縄文ってことを言い出したわけで、丹下さんもそう言われば縄文あるみたいな。だから縄文と弥生の対立っていうのは白井さんが作ったこと。そうなんですね、建築界ではよ、はい、岡本太郎は言ってた。だけど建築には縄文に当たるものがなかった。それを白井誠一が伊豆の大観の家を持って、はい、まあ、江川邸ですけど、であれが縄文だって言って、で江川邸の印象を自分があのちっちゃな作品の中にやったのが換気層。そういう、うん、そういうで、その時からでも換気層も一見すると、うん、どこに読んでるとか分かんないようなとこがで、そういうもう本当にこうなんていうかな、そういう世界のデザインを股にかけて作ってる。で絶対そのどっかの国のどこにとかに収束しないようにしないようにって相当意識前障害やった最初、うん、日本で最初の人ですよね。白井誠一さんが日本の、まあ、および世界の建築から建築界に功績を残したとすると、そういう点ですか。そういう点ですよ。でそれをね、割合気づく人は世界的、まあ、日本の人たちはみんな気づいて、とんでもない世界の人で最初に気づいたのはイタリア系の人です。イタリア系の 人が白井さん。そうだからね、石をちゃんと極めた人たちはその木のこう使い方とかね、で今白井さんの石の使い方はあの石イタリアの人から見るとおそらくえっと思うよとかあるけど、でも木の使い方については相当やっぱイタリアの人たちから関心を引くようなものでしたね。だか
からその白井さんっていうのはその時代の一般的な建築家たちの関心を呼んだ人ではない。むしろそういう人が見るとよくわからなかった。だから一部のちゃんと目のある人たちは白井さんの持っているそういうインターナショナルな、どこの国のにもこう絶対収束させないっていう、そこを見てた。でだから白井さんっていうのはそういう点では一般的ではなかったけど、世界の人でも日本の人でもそういうことに、建築の本質とは何だろうかっていうことね、特に現代建築の本質は何かっていうことに関心を持つ人には強い影響を与えてきて、はい、でそれは要するにどこの国のスタイルにもいかない。でむしろ社員さんはね、どこのいろんな国のから学んだことをこうごっと混ぜるっていう、はい、それとかね、この柱がそうだけど、真ん中に1本柱が立てるってことはどこの国でもしない。そうですね、そう、いや普通はしない。あの前川君のようなね、自邸でやってますけど、あれくらいですよ、普通はしない。あのでも白井さんはもう本当に、私がもう驚嘆したのは、初めて白井さんのものを見たのは、あの御徒町役場っていう、それ学生時代に初めて見た。したら入っていくと、ダンと正面に一本ギリシャの足が立ってるんで、そんなことはね、世界でやったのはね、白井さんよりちょっと前にプレチェニックっていう人が、スロベニアの人が、それくらいですよ。はい、ギリシャの足が一本立ってるんだよ。それ先生的にはどうお考えになりますか？いや、その時はね、なんかよく分からなかったけど、変なことやる人らのことでも、もう絶対的に印象に残るんだよ。でその後、いや私もああいいなと思うようになった。ある意味こう建築が象徴性といいますか、そういうようなことでしょう。ではあの住宅界として白井さんが残した功績といいますか、住宅への印象に残られたこととかってありますか？住宅っていうかね、木の物から住宅までに、まあ、住宅もいくつもやってて、でも住宅を見るといつもね、なんか住宅向きじゃないって感じはしましたけどね。だけどね、好きな人にはたまらないなっていう、そういう、特にあの住宅で私がと思ったのはね、茶室のやり方を広い住宅に取り入れたものっていうのがいくつかあって、その辺のうまさは思いましたね。それはすごく気持ちのいいあれですよね。最小限住宅でね、和室。そうそう、あそこの、あそこで見て、秋田のやつ。あれは、はい、東京から移したやつ。あれはね、よく見ると全部茶室のやり方の、はい。それは大きな家までして。最小限とこれが割とこう結びつくようで、私の中では結びつかなかったんですけど。いや、だってこれはあんまり茶室とか意識してないから。はい、あのこれは当時ちっちゃな住宅をどう作るかっていうことで、ロフトでやっていくっていうのはコルビジェが初めてやったんです、うん、ちっちゃな住宅で、はい、それはあのシトロアン住宅っていう、まあ、シトロエンみたいな大衆向きの車をどんどん作ろうというシトロアン住宅っていうのをやるんだけど、そのやり方が日本に伝わったんです。何もやってるっていうか、もう全員がやってるっていうくらいいろいろやってるんだ。前川君もやるし、で白井さんもやるんだけど、やっぱどこが違うかっていうとね、柱をドーンっていうね、うん、それと普通はあと天井って弱くするんですよ、そういう場合は。で軽くもうガンってやるし、でそういうのは大体外観も柱ありを見せてっていうことになる、はい、で白井さんは柱だけ見せて、で梁はあれ上は梁じゃないので、はい、梁は隠すという。確かに柱の印象の方が強いですね。それはね、そういうところ。先生ありがとうございます。いい、世界の歴史から白井誠一さんのオリジナルテーマでお話しいただいて、ありがとうございました。はい、白井誠一建築研究所アトリエナンバー5の白井源太です。
白井源太さんからご覧になった白井誠一さん像というのは、はい、祖父であるので、まあ、子供の時代、僕の10歳の時に祖父が亡くなったんですけども、そこのまでの印象っていうのと、やはり僕が建築を始めて、で、まあ、今回増田夫妻、旧増田夫妻のアトリエを取材していただきましたけど、それですとか、あと借所住宅っていう住宅を移築したりとか、そういうことで作品住宅などのその作品を実際に、回収したりとかっていうところから触れた部分っていうのとまだ別々にあるんですけども、祖父としてはやはり、まあ、見た目の感じもに通ずるかもしれないですけど、それはやっぱり威厳があるような雰囲気はあったと思いますし、あと子供だけれども一人の人間としてこう接してくれるというか、うん、あまり小さい子だからこう子供子供っていう感じで扱うんではなくて、しっかりとこう同じ目線で話をしてくれるような印象がありました。で建築家としては特に試作所住宅という東京アンテ住宅を移築したということで、それを解体するようなところで発明からは分からないような部分っていうものをすごく接することがありましたし、まあ、そこで逆に建築家として実際話はできなかったけれども、こう夢に出てきて聞きたいことをなんか夢の中で話したりとかっていうこともあったりしました。あともう一つは、僕が生まれ育った建物がアトリエナンバー5という建築で、そこで生まれ育ったという空間感とか伝え方とか、そういうものは知らないうちに教えを受けてたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。はい。